はい、こんちくわ。時には二階堂官房長官、お乳好きっていうか、長い間飲んでない、久々力がない。暖房暑い。ほんまなんか長らく飲んでない気がしますわ。ゼロばっかり飲んでるからね。はい、これもずっと冷蔵庫入れとったやつ、気抜けてないんかね。お疲れっす。マジ疲れた、心臓痛い。最近また心臓痛い。先生に言わなかん、3ぐらい痛いです。いつもどうやって聞かれんねんね。だいたい超痛い、死ぬほど痛い、死ぬほど痛いのが10としたらね、そのあの何10分のなんぼ1痛いですとか 0.5 痛い、いつもねおちょけて 0.5 痛いですとか 1.5 とか言うんですけど、今やったら3痛いですみたいに言わなあかん、はい、っていうか数タンちゃいますぜ。ライフ半額。これ何、イカのボイルスルメイカリング、前腐らしたやつ、炒めたやつ。あ、ていうかこれ酢味噌あれへんやん。酢味噌で食いたいけど酢味噌がない。これ納豆巻きで台湾産キハダマグロ、はい、これちょっと切ってきますわ。とりあえず腹減っとるから。いかさ、酢味噌なんかめったに食べるのに置いとかれへんしね。あ、これも醤油つけなあかんのか。うまない。もう閉店間際行ってるからうまない。火立ってる。これなんで食べるんかな。酢味噌やね、やっぱり。めっちゃ酢味噌好きやのに。酢味噌も長い間食べてない。うえいっぱいこぼれた。最悪。ちょっと切ってきますわ。マグロをね。はい、まただ。こんな超うまそうじゃないですか。超うまそうじゃないですか。こんなん出ました。超うまそう。ちなみに、あ、いいか、ちょっと呼ばれますわ。今日はね、なんか、え、これ何、筋に沿って切ったら切りやすいよね。なんかそんなあんまりいまいちわからねんけど、自然に筋に沿っとったみたいでスパスパ切りました。なんか久しぶりやね。なんかずっと天右衛門食べとった気する。それか寝てるか。飲むのいいから、そんな
たしなむ程度やけど、それも久しぶりな気する。皆さんはどうされてますか。もう日々いろんなことがありすぎてね、これちなみにね、これ何分の1、これ何分の1、半分の半分で4分の1、その半分で8分の1、その半分16分の1、まだその半分ぐらいかな、16分の1ぐらいかな、どうやろう、これ34円、これ細いの分かります、これで、これシュー北海道なんとか星、北海道のなんとか星、はい、ということで、これはちょっと自慢、ね、で冷蔵庫にまだねピーマン入ってますね、餃子大量、もう重くそ入ってて、なんか50円か60円のと、えのきと、あんなも早く食べんとあかんのにね、やばいよ。買っただけで食べた気になってる、ね、本と一緒や。私は本なんか全然読めんねんけど、たまに買いますね。たまに本買ったらもうそれだけで満足、もう買っただけでなんか読んだ気になっとるからね。料理か野菜をほんま食べなあかんわ。ほんまにちょっと野菜炒め作ろうかな。今日スーパーで私ちゃんと買い物袋持って行ってますね、いつも毎度よ。で、なんちゅうの、買い物袋持ってスーパーのカゴとか持たんと、スーパーのカゴに買い物袋をバッて入れて、いつもその上に買うやつバンバン入れていくんですね。今までそんなことなかったんですけど、今日そのままパンとレジに置いたら、レジのお姉ちゃんがこのチーズ買うとったんですね、 6P チーズ、このチーズ生産まだですよねみたいなカバンのその買い物袋の中にチーズが何でかしら入ってもうとってね、それも2個、恥ずかしかった。そのパクれ変身みたいな、
よし悪しやねん。だからちゃんとも買い物袋はちゃんと買い物カゴに入れたらあかん。けどね、仮によそでなんかこう取ったとしますやん。前と違うスーパーでなんかこう取ったとしますやん。けどその時も買うたやつ入れっぱなしでスーパー、あの自分の買い物袋に買ったもの入れて、それを新しい次のスーパーでそのまま買い物カゴに入れてやりません。で生産の時にそれ普通にパッとやっても何も言いませんやん。持ってくれたら中入っとんないう感じで、多分中は見てないと思いますね。なんか入っとるけどユースで買いはったんやないう程度だと思いますね。けど今日の姉ちゃん中見よったんやね。ほんならこれ中入ってるぞみたいな、中見たらチーズええー、みたいな。で彼にあれがユースで買ってるチーズやったらね、余計やこしい。それちゃうとこで買ったんやけど言ったら、ほんまでっかーみたいなことになるんやろね。なんか知らんけど、うん。早起きてな。